はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って構造力学の講義を進めています。構造力学が苦手な学生さん向けに、1回1台ずつですね、なるべく丁寧に、なるべくわかりやすく説明しています。1日1台を目安にして、毎日主義で根気よくやってください。まあ、必要なのは根気だけですので、毎日コツコツやってください。あんまり先を急ぐとですね、嫌になっちゃって途中で投げ出すという学生さんも多いので、なるべく根気よく走らずにやってください。攻力マラソンって呼んでますね。攻力マラソン。まあ、マラソンでも走ってる気分でやってください。では、いきますね。今回は R79 で、モーメント荷重、2点にモーメント荷重が働いた場合の、絨毯C のたわみ角の大きさを求めよう。要するにシータを求めようということですね。この点のシータを求めようということです。ですかね。で、こう、動画を止めてですね、一旦ちょっと考えてみてください。前回やった、昨日やった問題のこの公式を使うとですね、解けます。ただ、今回2点っていうのと先っぽではなくて真ん中というので若干凝った問題ですけども、式自体は非常に簡単に解けちゃいますんで、ちょっと考えてみてください。いいですかね。それではいきますね。で、前回もやったこの公式のモーメント荷重の、公式の復習ですけど、こっちがデルタで、こっちがシータで、2i 分の ml の2乗と、ei 分の ml の1乗ですね。ml と。2ei 分の ml の2乗と、ei 分の ml の1乗と。で、デルタは l の3乗で、シータは l の2乗っていうのは、基本的に同じなんですけども、m なので、次数が1個減ってますね。m っていうのは pl を含んでると。pl と同じなので、次数が1個低いと。m の中に l が入ってるので、次数が1個低くて、まあ、3乗を2乗にして、こっちは2乗を1乗にしているということですね。2ちゃん振り返る片思い、2いいと、2ちゃん振り返る片思いと、2ちゃん振り返る片思いということで、まあこれは僕の勝手に作った語呂合わせなんで、もっといいやつがあったらそっちで覚えてくださいということですね。で、この ml の2乗と ml っていうのは、まあさっきも言ったように、これは l の3乗を含んでいる式で、m は力かける距離なので、全体として力かける距離の3乗。こっちは力かける距離の2乗になって、他のデルタとシータの公式と一緒と。デルタは三角形なので3乗と。シータは2辺の角なので2乗と。これと一緒ですね。で、次数は間違えないようにするというのと、あと係数ですね。係数の暗記はもう暗記するしかないかなと思います。なんかこじつけでも何でもいいんで、暗記するしかないかなと思ってます。で、下行ってですね、同じこと書いてあって、で、これ、ポイントで、ここちょっと間違えて申し訳ないんですけど、こっち2乗であってるんですけど、これ3乗になって、すいません、これ1乗です。申し訳ないです。ここ1乗ですね。ポイントのところで、モーメント荷重で、デルタは、なんとかかける ml の2乗で、シータはなんとかかける ml の1乗ということですね。ですかね。はい、じゃあ次。で、それぞれの m による、シータを求めて、で、それを足し算すればいいということなんですけども、針の中間にあるのがちょっとややこしいんですが、まず、ここを切ってです。これないとして、ここでのシータを求めるということですね。ないとしてシータを求めると、まあ公式通りに EI 分の ML、2ちゃんでいいですね。1EI 分の ML で、まあ EI 分の ML ですね。シータ A が。で、そこから先はずっと直線になってると。こっちのモーメントまず考えないで、こっちだけのモーメントにすると、途中でこう、ここにかかったやつ、ここでこう曲げたと。でこっちは直線なんですね。直線。なので、ここがシーターだとすると、これ、同じです。こう、平行ですよね。平行な場合はですね。平行な場合は、ここ一緒ですよね。ここ一緒ですね。これ同位角。まあ、名前なんでもいいんですけども、ここが平行な場合、この角とこの角一緒なんで、こことここ同じになりますね。同じ角で、先っぽも自由端も、曲がってるということですね。こうなって、ここだけこう回転するんで、ここの角度と、ここの角度は一緒ということですね。なので、ここで回転した場合、ここの角度とここが一緒と。なので、EI 分の ML、先っぽは EI 分の ML だけ傾いてると。こいつによって、先っぽは EI 分の ML だけ傾いてるということですね。水平に対して。いいですかね。で、次。今度、ここですね。2L の地点。今度、スパンが変わるんで注意してください。スパンが 2L ですね。ここ 2L。なので、公式のスパンの L の部分を 2L 入れないとまずいということですね。まず、ここ。B 点での、これ、シータ。今度、
こっちに、こっちに曲げるんで上に持ち上がりますね。この回転する方向を見てください。こうスパナーでこっち、こう回転するとこういって、当たり前だけど、こう回転すると上にこういくじゃないですか。ここだけ回転させようとしても、こう上にこう曲がるでしょ。こう曲がると。こう、A 点ではこう曲がって、B 点ではこう長いやつで、逆回転なんで、こう上に行くということですね。で、上に行ったシーターは、シーター B は、B 点でのシーターだからシーター B は、EI 分の ML としたいところ、L を 2L にするわけですよね。スパンが 2L なんで。こう気をつけてください。スパンが 2L なので、大きめにこう、大きめに、スパンがこう長いとですね、こう、同じ M でもこう大きめに角度がつくんですね、この角度。で、この辺でこうやると、小さめの角度になるということですね。で、それがここに出るわけです。で、2ML と、さっきの ML に対して 2ML だから、倍の角度がついてるわけですね、こっちね。倍の角度。で、それがこう、ここから先は一緒と、この辺でこう曲げると、この辺でこう曲げるとですね、この辺でこう曲げると、ここ、先っぽこう直線になって一緒ということです。で、やっぱりこう、同位角で、こことここが同じになるんですね。直線だから。直線だから同じと。なので、シーター C の2。C の2っていうのは、C の1やさっきの。さっきの。こいつによるシーターが C の1にして、まあ僕が勝手につけてるんですけども、こいつによる、こいつによる、こいつによる、C の角度を シーター C の2にしています。まあこれ記号の問題だけですけど。そうすると EI 分の 2ML とこれと一緒と。ということはですね、上向きにですね、上向きの角度に、この角度。この角度は、EI 分の 2ML。この角度引く、この角度になると。いうことで、いいですよね。この、こっちが、まあ、あるいはここを見てもいいかもしれないですね。こう見てもいいかもしれない。こういう角度で、こっちはこういう角度で、下向きで、こっちは上向きと。いうことですね。こっち側で見てもいいですね。こっち側の方がグラフっぽいかな。こっち側が、これが、これですね。EI 分の ML で。で、今度、上向きにこういう角度で、これがですね、こっちと。そうすると、これ引くこれが上向き。この半分の角度ですね。これ引くこれが上向きの角度で。で、引き算すればいいから、EI 分の 2ML 引く EI 分の ML イコール EI 分の ML。これ。で、上向きですね。上向き。上向きの角度。こういう角度で、こういう角度で EI 分の ML と。いうことですね。いいですかね。で、今回の問題ですね。これ途中に M がかかってるからちょっとややこしく見えるけども、こういうふうに考えちゃうと、こっちは直線なんで、角度は同じです。角度は同じですよ、角度は。角度は同じだけども、あれは違うんですよ。デルタはこっちの方が大きいんだけども、角度は一緒ということですね。で、こっちも、角度は同じ、こう直線になるんで、同じになるということですね。いいですかね。で、それぞれ、肩持ち針の、この公式。シータイコール EI 分の ML の公式、こいつを使って、それぞれの角度を出して、こっちは下向きのこういう角度で、こういう角度と、こういう角度。で、こっちは上向きのこういう角度と、こういう角度ですね。を出してですね、こっちの方が大きいんで、これ引くこれをして、最終的に EI 分の ML という答えが出たということですね。まあ、今回も、あれですね、今回もこの公式を暗記して、それを適用するという問題でしたね。兄ちゃん振り返る片思いで、兄ちゃんで 2倍と1倍と。分母がですね。これ分子持ってかないで。分母ですね。分母。で、今回シーターの問題なんで、EI 分の ML を使えばいいということです。EI 分の ML ですね。EI 分の ML を使えば、解けるということです。はい。今回はですね、モーメント荷重、2地点に、モーメント荷重のかかった、肩持ち針のターミカクシータ、自由端のターミカクシータを求めました。役に立ったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。